ああ、マジで1回戦初戦、うん、思い切りぶつかったけど、うん、吉崎よ、強くなったよ、シングル初めてだからね、正直手の内が、ゼロに等しい、何するかわからんって思いましたけど、こっちも何するかわからんって気持ちでいったから、最後あんな、なんだろう、俺が決めて、これでって決めようとしてるアナコンダ、あんな返し方はね、やっぱここがないと、返せないですよ、正直その辺は、あっぱれよしよしですよ、俺のことを任した、この罪、俺はいい、執念深いからね、ニュージャパンカップ初戦で、去年も初戦、全くいいとこなく、試合が、ね、負けて次に進めない、ほんまコロナ明けでがっちり、コンディションも、ベテランベストに、整えましたけど、まだまだ予選は強かったですよ。でもやっぱり新日本のああいう若手がね、育っていかないと、強くならないと、俺らも、追い越す追い向けて、やりますよ、まだ俺が体が動く限りは、いやー、よしよし、タフやったな、まあ、このままどんどん勝ち上がって、いいとこまで行くんちゃうかな、なんかありますか。中西さんが、解説席で、はい、試合前にね、控え室来たから、おっ、西尾君なんて、西尾君が来たら、OK、あれやらすしかないって思いましたよね、最初からそんなの考えてなかったけど、西尾君の一発逆転のね、一発出した、スピア、正直でもどこにいるか分からなかったから、どこやるんやと思ったけど、そんな見てる場合じゃない、とにかく相手に対して、ぶち漏らさなあかんと思ったから、まあね、やっぱり、中西という偉大な第三世代の一人がね、抜けて、そして永田、小島、天山と、俺は残ったもんが、中西の分まで面白いところ見せなあかん、勢い見せなあかんという、まあ、彼の、引退がね、まあ、一つの刺激じゃないけど、俺はもっともっと奮起させなあかんなって、思ってますから、今日なんかほんまええシチュエーションでした、西尾君がね、背中を押してくれたって、まあ素直に今日は吉橋の乾杯、もう俺が乾杯ですよ、また来年のジャパンカップ、エントリーされたら行きますね、はい、期待しててください、よいしょ。天山ヒロシはね、田野君の時からずっと見てて、今日の試合始まる前、90年代とかずっと見てて、その時の怖い天山ヒロシだったと俺は思うけど、最近天山、小島聡もそうだけど、タッグで2回対戦してて、それでもう次シングル当たるときは楽勝だろうと思ったけど、でも全然天山の走行力っていうか思い知らされて、でも俺は1回戦今日勝って終わりじゃないからな、2回戦3回戦その最後の大阪城出るからには当然狙ってっかんな。